バカお前。ああ。おい、一晩に何遍しょんべんしたら気が済むんだよ。落ち着かないんだよ、なんだか。サイン。伊庭サイン。どうした。金星の位置が違います。昨夜は確かあの位置にあったはずなんです。一晩のうちにあんなに移動するわけありません。ありえないことですよ、サイン。気安く寄りかかるんじゃねえよ。根本、こっち来いよ。三村さん、相変わらずかっこいいっすね。かっこいいかっこいいかっこいい。また揉めてるんですか。いや、そうか、やっぱり除隊するのか。子供ができたから女房がうるさいんですよ、早くやめろって。分かった、今何時だ。止まってるんだ、5時18分で。サイン。どうした。自分の時計も止まってます。5時18分です。63、普通科連隊、西沢医師です。同じく、責任師です。54、普通科連隊の伊庭だ。はい。この辺は海賊が出るのか。お前たちだけか。はい、まだ不思議なことに東部方面隊の補給部隊は全員ここに集まることになってるんだ。俺たちはその護衛だ。はい。何時だ今。はい。あ、止まってるなこいつ。何時で。5時18分です。5時18分。調子が悪いんだ。ここ来たら部品があるって言うんだよ。分かった、修理したらタイに戻ってくれ。あ、矢野、こんなものはしまっとけ。例の件、どうした。駆け落ちすることにしたよ。え、明日、今売り駅で待ち合わせてるんだ。舞台と一緒に帰らないつもりか、お前。彼女の友達は北海道にいるんで、二人でそこに行くことにしてるんだよ。ああ、そうか。今何時だよ。5時18分。俺の時計も。
木村。はい。島田。はい。伊豆田。はい。おのおの自分の部下を確認しろ。やい。なるほど。やの。はい。加藤。どうした。はい。はい。堀。はい。行けるか。はい。はい。よし。根本。はい。どうぞ。ぜひ上達し。了解。分かった。はい。一体何があったんだ。分かりません。ずっと長く気を失っていたような気もします。俺もだ。確かこの時間で止まってたな。サイン動いてます。日の出は何時だ、あがた。今日は何日か分かりません。ただ演習開始日の日の出は確か5時18分でした。何？集合することになっていた大工補給地に間違いありません。それなら今頃もっと多くの部隊が集まってるはずだ。どういうことですか。なぜ我々だけなんですか。木村三曹、はい、無線連絡。はい。丸一棟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 、こちら一棟六一棟六、送れ。嘘だな。丸丸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 、こちら首都六首都六、応答せよ、送れ。通信不能です。どっからも応答ありません。地形は似通ってますが、周囲の状況は全く一変しています。波に飲まれたんじゃなかったのか、あの船。自衛隊第二小隊隊小野三尉です。同じく高島一志です。同じく菅一です。54普通科連隊の伊庭三尉です。一体これはどういうことなんですか。我々にも分からないんです。我々は第四海区へ向かう途中だったんです。気がついたら船はこっちの方向に向かっていたんですよ。我々はてっきりあなた方が波に飲まれちまったのかと思いました。そんな気がします。大きな光る波っていうか、そんなもんに飲まれたような。あいつまたしょんべんだな。はあ、お祭りでもやってんのかな。
東部方面第一ヘリコプター隊の清水二曹です。同じく大西氏です。普通科連隊の伊庭だ。今までどこにいたんだ。我々は作戦参加のため基地に向かう途中でした。ところが突然高度が下がってって、すいません、なんだかこうヒューって海に吸い込まれる気がしたんです。矢野さん、生きた人間に向けて撃ったのは初めてでしょう。どんな気持ちですか。今度狙って撃つ、はあ、サイン。なるほど。神行長様に仕え申す長尾平蔵影虎と申す。同じく影虎殿配下栗林万一と申す。同じく石破武秀と申す。浅間頼親と申す。立川勝松と申す。陸上自衛隊の伊庭義明です。盗賊じゃ。盗賊じゃ、孫一。どこから来られた。我々は陸上自衛隊の中でも東部方面隊と言われている部隊なんです。ここへ何をしに来られたのだ。何しにと言われても、まあ言ってみれば漂流してきたとでも言いますか。漂流。この鉄の馬め泣いておるわ。いやいや、お手前方が突然我が陣地に姿を現したので黒田長春めすっかり狼狽しておるわ。おおお、あれあれ、先ほど空を飛んでいたあれは何で
ヘリコプターですかな。ヘリ、はい、ヘリコプおお、それからあのダダ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 、 あれはやはりあれでござるか、あの鉄砲の一種でござるかな。機関銃です。機関、機関、いや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 、同族がだ、同族がだこの、この機関して、この馬はどこから登って、あれをもそっと近くで見せてくださらんか。ああ、いいでしょう。いや、ごめんつくまつる。キャリバー50、重機関銃。キャリ、キャリ、撃ってみますか。わしが、おい、孫一、わしを見ろ、わしを。はあ、でもあの者たちを我が陣に迎えたい。サル、は、何か良い知恵はないか。さよう、あの者たちに米味噌を運ばせましょう。当分の食料はあると申しておった。いやいや、タゲトラ殿がダダダダダッと鉄砲を撃ち、その上兵糧を運べば、黒田勢はあの者たちをますます我が軍の味方と思うのは必要。相変わらずサル知恵が働くのをお主は。伊庭さん、やはり我々はタイムスリップしたんです。タイムスリップ、タイムスリップってなんだそれ。全く違った時代に滑り落ちてきたんですよ、時間を。冗談じゃないですよ、タイムスリップなんて。そんな怒るわけないじゃないですか。でも怒ったんだろ。我々は何かの間違いでこの時代にスリップしてきたんです。でも影虎って変な男だな。同族じゃ。ヘリコプター。テイクショット。いけません。加入すればどんなことになるのか。運転手、サイン、早
しろ。
長春の首討ち取ったり。殺すのがそんなかっこいいか。いや俺たちは伊庭さんと同じことしただけだ。二人死んだんだ。こっちがやらなきゃ逆にやられたかもしれんよ。鉄砲隊も出てきたしな。我々はこの時代とは関係のない人間なんです。我々がこの時代に介入すれば我々のせいで歴史が狂うことになります。そしたらどうなる。歴史は我々を許さないかもしれません。あがた、どういうことだ。もう戻れないっていうのか。我々は現代へ。俺たちは死ぬっていうことか。時間というものについては我々は1日を24等分すること以外何も知らないと言っていいんです。ただ自然界には我々の理解を超えた復元力があります。地震の後に起こる余震は地球の内部を揺り返しで正常に戻そうとする復元力のようなものだと考えられます。それじゃああの時起こった地震のような変なものがもう一遍起これば我々は元へ戻れるのか。いや俺にもよくわからん。しかしその可能性はあると思う。お前がいなくなって今頃大蛇大騒ぎしてるぞ。あ、自衛隊の星だからな。お前はお前がいなきゃ秋の国際マラソンで外人選手に勝てるやつは日本にはいないからね。俺はなんだかホッとしてるよ。みんなもう走らなくてもいい。そう思うとなんだかホッとするんだよ。行くよ。行くってどこへ。今ぐれ駅。何、和子と待ち合わせてるんだ。タイムスリップしたのはここだけかもしれない。和子が待ってるんだ。それなのに俺はただここでじっとしてるなんて嫌だよ。もう少し辛抱だよ。いつまで辛抱すればいいんだ。二度と戻れないかもしれないんだぞ。俺たちは関や堀たちのように死ぬかもしれないんだ。菊池、お前な。高島、揺り返しが起これば俺たちは戻れるんだ。
なぜだ。あのトラックの中に火を放り込んだら俺たち全員が吹っ飛んでしまう。同じ自衛隊員だぞ。このバカに殺されてもよかったんですか、あんた。なぜ足を狙う。目的は確実に果たせ。それを教えてくれたのはあんただよ。一人じゃ危ないよ。俺も一緒に行く。行こう。どこ行っちまったんだろう。黙って。ひょっとして戻っちまったのかな。二人だけ現代へ。バカこけ、二人だけ戻れるか。歩いてこの山こそ大変だぞ。菊池、静まれ静まれ、静まれ。我が主君小泉越後の神、ぜひ伊庭殿に城へ来てほしいと申しております。空を飛ぶ鉄の船、地を走る鉄の箱、一打ちで数十名を倒す鉄砲、それをぜひこの目で見たいと。お気持ちはありがたいですが、お断りいたします。なんと。我々は誰の味方もするわけにいかないんです。もし我々が小泉殿の城に行けば、いろいろと誤解を招くことになりますので。主君小泉越後の神のたっての願いをお聞き入れくださらぬというのか。聞けませぬ。越後守に伝えろ。越後守はふぬけだ。戦わずして利の実を得ようとする卑怯者だ。影虎がそう申しおったとな。行け。吉明殿に会って心が決まったのだ。城に隠れてただ漁夫の利の実を得ようとする人間を私は主君と思わぬ。そんな人間のために戦おうと思わぬ。本心から主君に仕えてこそ忠、本心から友となってこそまた忠。戦いは時の、明日には死ぬかもしれない。だからこそ私は己の思うまま、本心のままに生きたいのだ。一緒に戦うのか、義明殿。二人で天下を取らぬか。なぜ私と。私は戦うために生まれてきた人間、戦うことの好きな人間、それ以外のことは分からぬ人間。
私は吉明殿を私と同じ人間のようにお見受け申した。吉明殿は戦国の世に生きてこそ愛ふさわしい人間だと。母ちゃんにもらったんだよ。死んだ孫に似とるお前は。え？父ちゃんは殺されたんだよ、事務所にね。舞、うらやましいよ、お前が。何が、女ってそんないいもんか。お前だって好きになったことあるだろう。誰かはないね、俺には。女は好きになったことなんて。どうだみんな、そうは思わんか。我々が昭和に戻るためには歴史と戦って天下を取ることだ。我々が天下を取ったという歴史はない。だからこそ我々が天下を取って歴史を狂わすんだ。そうすればおそらくそのショックで歴史という時の神が我々を昭和の世界に戻すに違いないんだ。伊庭さん、歴史は狂うことを恐れて我々を殺すかもしれませんよ。だからといって他に方法があるか。矢野、あのことはもう忘れろ。俺は裏切られんのは好きじゃねえんだよ。あの時クーデターが起こせると思っていたのか。親だ。そんなことじゃねえんだよ。そんなことじゃねえんだよ。俺はあんたにそそのかされてそれを信じてついていこうとした自分のバカさ加減が許せねえんだよ。矢野師匠、伊庭さんは上層部の命令でクーデターの首謀者を知ろうとしてあなた方の間に潜入したんです。裏切りは伊庭さんの意思ではありません。サインの努力のおかげであなた方若手隊員の処罰は非常に軽く済んだはずです。やめろ。
最後の一本だ。何してんだ。紹介艇を守るのも任務の一つなんでね。夕方から波が高くなるって分かってたもんですから。それよりこの武器はどうしたんだ。いや、伊庭参議の命令だ。伊庭参議の何のためだ。いや、あの人の考えることは俺たちには分かんないよ。運ぼうか。何ですか。やめてください。何でもします。死ぬか。いや、いや、一緒に行くか。行く。ファイエンジンを動かせ。早くしろ。
後ろ、矢野、加納、あるぜ。なんじゃこりゃ。グリースよ。生きてんのは面白くてたまんなくなってたからよ。話があんなら早く言えよ。出ました。位置を確認しろ。はい。今だ。戻ってこい矢野。今降伏したら処置は考えてやる。昔も聞いて同じこと。いいか、俺たちこれから片っ端から村を襲う。女と食料を積み替えるためにな。文句があったら変わってこい。もう一度言うぞ矢野、戻ってこい。俺はてめえみたいな腰抜けじゃねえんだよ。裏切り者じゃねえんだよ。文句があったら変わってこいよ。そんなにやりたければ相手になってやる。女を下ろせ。いました。二時の方向です。やったなよ。ほら、激しろ。よしよし。私は嫌だ。矢野さん、俺はお前たちにはついていけない。島田さん。ええ。自分の生き方は自分なりに蹴りつけなきゃいけないんですよ。ジャダダーン。おい、ロケットランチャーも持ってってるぞ。あいつら短期間銃3丁、小銃1丁、手榴弾もだ。勇気あるなぁ。
ダダ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 ですよ、あれは当たればヘリはコッパみじんですよ。あんなもの船から撃って当たるわけはない。三村。はい。あの哨戒艇の位置をよく覚えておけ。これからあの島陰でお前を降ろす。哨戒艇からは死角で見えない。哨戒艇からヘリを守るために俺がおとりになる。おとり。その隙を狙うんだ。54連隊ズイスの狙撃士だからな。お前は三村、チャンスは一回きりだ。いいな。はい。機体だけは低く下げるね。はい。ランチャーからヘリ守るつもりだ。
これからは俺の本心のままに生きる。長尾景虎と共に天下を取る。俺は行きます。よし。難しいことは分からない。ただここにこうしている間にすでに我々は10人の人間を失ってる。どうせ死ぬなら俺は人暴れして死にたい。俺も行きます。戦争ごっこだぞ赤田。昭和の時代に戻れる方に俺はかけてみますよ。よし、じゃあ俺もかけよう。しょんべんしてくる。またしょんべん。タイミングが良くて気が抜けるな。伊庭さん、久しぶりに戦車を走らせることができますね。何でもいいから俺早く家へ帰りたい。おいおい、みんなが行くなら俺も行くよ。行きます。よし。俺悪いけど俺は残ります。残る？一人でか？俺あいつらの兄貴になってるって約束したんだよな。何言ってんだお前。こんなところに一人で残ってどうすんだよ。もし売り返しが来て俺たちが現代に戻ってしまったらお前一人でどうするつもりだ。根本、よく考えろ。ここにはひょっとしたらお前の祖先がいるかもしれないんだぞ。その祖先とお前が関わり合いを持てばだ。あなた行かしてやれ。Thank you.
どうした？お前飲んだか？いや、別に。彼女消えたな。和子が待ってんだよ。サイン手当てしてやれ。伊庭殿、拙者はこれで。明日はいよいよ春日山城、楽しみにしておる。影虎、その方わしをたわけと申したようだの。いかにも。それがしと黒田長春を戦わせておきながら、その後ろでは色部一族と手を結ぼうとする卑怯者、大たわけだと。命を捨てに来たか、影虎。捨てに来たのではない。命を取りに来た。狂ったか、影虎。ふぬけを今まで主君と仰いでいたことが恥ずかしい。これからは影虎の天下だ。この影虎が天下を取る。わしについてこい。逆らう者は斬る。キャThank you.
おいおい、むやみに触りでないぞ。貴様、早く持ち前つけ。我々はこの道を行こう。この道ならば戦車も通れる。そこを行くと川中島、信玄が待ち受けてるぞ。信玄は我々だけで撃つ。影虎は西へ向かって浅井朝倉の連合軍と戦ってくれ。湯志明の軍勢だけで信玄が撃てるか。信玄は手強いですぞ。今日で会おう、影虎。その時こそ共に天下を取る時。よし、預けたぞ。本田が欲しいものはいるか。この下の村で話をつけてきた。女郎がいるんですか。御家さんのいるうちがある。行きたい者は行って呼ばいをかけてこい。呼ばいって、そんなことしていいんですか。一人身の御家さんには若い者が呼ばいをかける、この辺の礼儀だそうだ。俺行く。お前こういう時は早いな。すいません。俺も行こうかな。よし行こう。昭和の時代でできなかったこと、俺はこの時代でしてくれよ。その通りだ。この時代は息の詰まるな昭和の時代と違う。思うままに生きれる時代だ。遠慮なく行ってこい。行ってきます。行ってこい。行きます。あいつこういう時は小便ちびらねえんだな。なんとなく女房に悪いような気がするな。バカ、400年も後のこと気にすんなよ。お前こんな時は平気で割り切れるんだな。あのうちらしいぞ。森下、森下、お前裸になっちまえばどの時代の人間問題だろう。そりゃそうだ。I said you want you
余梅でござるか。同じでござる。順番決めよう。順番じゃんけん知ってござるか。じゃんけん。ばっかりだったりしてな。俺の祖先がもしかしているんじゃないかな。やっぱり白彦で行こう。森下。はい。三村。はい。起点より方位角42度距離1200、攻撃用意。
補給補給。トラックだけは動かすな。はい。どうした？マロが近すぎるんだよ。
撃て！昭和に戻れるんだ！ヘリに乗れ。
だ。
燃料がないよ。吉明殿か。武田信玄殿。お主が向こうところ敵なしという伊庭義明殿か。武田信玄殿の戦略感服いたしました。うん。手出し無用。
よくやった義明。今日で会おうぞ。屋根川には影虎が待っている。俺たちが天下を取るんだぞ。私は伊庭義明と共に天下を取ると約定したのだ。ただ一つの約定のためにみすみす天下を取り逃がすつもりか、影虎殿。天下を。どうなされた、伊庭義明。信玄との戦で空を飛ぶ鉄の箱も、地を走る鉄の車も失い、やっ
とのことで妙蓮寺までたどり着いたということじゃ。死を失ったあれ寺こそ奴らにふさわしい死に場所。藤高殿、もはや影虎殿の手は借りずともよい。妙蓮寺へ兵をやって伊庭義明を倒せ。お待て藤高殿、待ってくれ藤高殿。影虎、どこの何者とも知れぬ男、時の流れに逆らう人間を許すわけにはいかんのだ。伊庭義明に味方をすれば、お主はこの世にない。タイムスリップが起きるのか。あなた帰れるのか。本当か。金星の位置がずれてきているのは確かなんだ。本当に本当か。伊庭さん、我々はもう一度あの第五補給地へ帰るべきじゃありませんか。もう一度タイムスリップが起こる可能性が強いのはあの同じ場所だと思います。そうだよそうだよ、帰りましょう。すぐに。分かった。おじけづいてそんなことを考えついたのか。でも金星は我々にタイムスリップが起こることを知らせてるんです。我々は天下を取ってこそ歴史は完全に狂う。その時こそ我々は元に戻れるんだ。歴史が完全に狂うなんてことは考えられません。なぜだ。歴史は完全に狂わせられる前、我々に報復してくるはずです。我々を滅ぼそうとしてくるはずです。そんなことはない。すでに14人の仲間が死にました。帰りましょう。今さえあなたの意見が正しいと思います。このままでは我々は死にます。あなたの言う通り戻りましょう。三村、貴様女ができてふぬけになったな。帰るべきだと思います。千葉さん、それがみんなの意見です。そうですよ。お前たち、俺に命令をする気か。指揮官は俺だ。指揮官の命令の危険なやつはこの場で撃つ。あなたは昭和の時代に戻りたくないんですね。何？この時代で戦っていたいんですね。初めからそうだったんですね。昭和の時代に戻って何になるんだ。ぬるま湯に浸かった平和な時代に戻って何になる。武器を持っても戦うことのできない時代に戻って何になる。それよりもこの時代で戦おうとは思わんか。本心のままに生きようとは思わんか。それができるんだ。全然思いませんよ。そんなこと思いませんよ。お前には何も言う資格はない。
戦うたびにこそこそ逃げ隠れするような奴に何も言う資格はない。俺は逃げ隠れしました。怖かった。どうせ臆病者なんですよ。でもね、男らしく死ぬのが一体何だっつうんですか。英雄になって死ぬのがそんなにいいんですか。そんなことより俺は女房と子供と三人でいつまでも生きていたいよ。俺はあの時代が好きです。あの平和の時代が大好きです。歴史なんかに潰されてたまるか。もう一度言う。その方たちはここに残れ。よいな。を狙って撃つんだ。いいな。頼んだぞ。どこの誰かもわからない人間に殺されるのは嫌だ。お前の手にかかって死にたい。
出すの。お前たちには関係のないことだ。影虎、わしは天下を取る。
中にも悲しみが芽生えて、いつか大人になれば思い出すだろう。酒を飲んで雨に打たれて、時に酔いつぶれてた俺の姿、人はみんな一人なのだと、それを知ってほしいのさ。Oh.